そろそろ疲れて膝がボキっていくんじゃないか、その隙を狙ってこの渾身の叫びを叩き込む。ダメでした油断できないな。やっぱり壁とかにもメッセージあったりするから、やっぱねバグゲー的な感じで注意深く進んでいかないと。まあ注意したところで全くねヒントもないので、なんとなくで進んでいくしかないけども、やっぱさっきのマップだけかな。とりあえずここをバグらせて、この妊娠さんにちょっと話しかけてみようか。セーブ君はなんか意味がなかったから。私の娘、かわいい子、生まれた息子よ、かわいいでしょ。かわいい、かわいい。今度は、弾き飛ばされないね。またここを調べてみる？壁だって生きている。君と同じだよ。動くこともあるし、喋ることだって。すすすすすす、レキス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 。兄子が、兄子が、兄子が。だっけ？ちょっと斜めに見えるやつ。続けると。君と同じさ、僕もみんなも同じタンパク質なんだ。進めた進めた。どっちどっち、俺どっちに行けばいい？こっちじゃない、真ん中じゃない、こっちか、こっちな、真ん中、真ん中下。あ、なんもね。進める？そこそこそこ、あいつはこういう子だったよね。しばらく。まだかよ。もう間に合わない。今度はさらに先に進んでみようかな。あの女はこのマップだとイベント発生なのかな。お、ループしてる。ループすることでマップがちょっと変わったりはないと。一旦、違う、話しかけちゃうとダメだ。セーブをしてからリセットすれば、で、ここでセーブができて、一応セーブは分ける。で、あそこから再開になるかな。そうすればちょっとね、楽になるんだけど。うん。よしよし。さっき、ここのタンパク質のどうのこうのくんは、もう一個先の状態でないと、話が始まらないと。まっすぐ下行ってみようか。ダメですね。なんか話しかけられるところは増えていたりとか、逆になくなっているね。セーブ君、君は何かは関係あるのかな。でもってこっちに行き、女がそろそろ出てくる？出てこないね。女が出てくる発生条件やっぱランダムなのかな。で、話しかけられるやつが頭に、さっきどっかあったっけ？ラグをオンにしました。は？なんだいなんだい。ラグ祭りか。ラグフェアか。で？うわっ！なれねえよ。待つ。ここは剣に徹する。で、ラグをオンにしたから、上か下進められるようになってるかな。よし。急いで。上に行く。セーブ君、セーブはさせてくんないのか。と、わー、なかった！やべ、今女出てきたら、避けらんねえ。波紋の呼吸してるだけだ。これも効いてか、あ、はーい！ゾワリンコ。怖い。あんまり移動しない方がいいな。移動すると女がこっち側に来てしまうから。何がフラグでこっちまで、こっちまでじゃないや、先へ進めるんだ。よいしょ、調べる調べる。よう好き、あー、幼女好き、違うか。お、うおい、やべ、こっちは来ちゃうか。来ないで来ないで。ここで、たもと、キープ、キープ。君との距離はキープ。来ないで。ダメダメ。上行こう。上で待ってよ。そこで待ってよ。いい子だから。よし。よーし、いい子だ。よーし、いい子だ。よーし、いい子だ。そこ動くなよ。よし。海外の、なんだろう。
ドラマっていうか映画とかに、お、壁は気まぐれなんだ。そうそう、今言おうとしたのは海外のドラマとかでよくあるシーン、なんかよーしそこ動くなよみたいなあるよね。ちょっと説明はもう省く、とりあえず先へ進むわ。壁は気まぐれなんだ。いつも会話しているわけじゃない。いつになったら会話できんの他の子は。どういうフラグの順番になってんだ。上行ける。うわー、もうダメだ。うわー、おお、これは見てない。ああ、もっともっと、ああ、え、どこやった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 、娘を返せ。え、娘をどっかで、大したものがないが、よく切れるとナイフを手に入れた。ああ、ああ、切れたぞ。ああ、俺切れたナイフだからよ。おい、おい、切れたナイフだからよナイフで刺しますか、なのかな。はい、ああ、気持ちいい。もっともっと、あ、しまったしまった。息子を知りませんか、ナイフで刺され、あれ息子だったのかな、あなたくらいのナイフで刺したんです。あ、俺切れたナイフだからよ。俺みたいな切れたナイフか、あなたくらいの大きさのナイフで、こんな、こんな、ん、こんな、な、な、にひも、許さない。お、ゲームオーバーなっちゃった。刺さない方がいいのかな。うん、うわうわうわ、ちょっとダブルで来ないでよ。ああダメだ。親の方を刺す、違うか、もうちょいこっちを調べるかな。この息子らしい子を刺しちゃうとね、あの親が切れたナイフになっちゃうから、どの時点で刺すとかあるのかな。うーん、うわー、武装になってきたけど、とりあえず待つ。この気持ちいいの方のマップに行っちゃっていいの？ここでもう一本ナイフが手に入るとか、これはループしてるだけで、ループっていうか戻ってるだけで関係ないのかな？ん？私の尾道、この子は息子なのかな？なんかマップによってオンにして、そのマップによって息子娘が変わるとかそういうわけじゃないかな。気持ちいい。うわっ、あー、ちくしょう、あー、くな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 、バカタレバカタレ、ナイフで刺そう。ん？これ進んでいいのかな。この状態でセーブしました。ナイフで刺しますか。やめて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 、やめません。胎児を手に入れた。ハイジとかカイジなら知ってるけど、うわ、ざわざわどころか俺今ゾワゾワしてきたぞ体が。この時点でセーブしても積み捨てにはならないっていうか、進行上大丈夫そうだね。じゃあ一旦ここでリセットをして部屋でセーブしよう。これで今のところから進めるんだったら助かるんだが。あー、ダメだ。あー、でもナイフで刺す状態からここからスタートか。とりあえず胎児をもらって上に進む。おーい、ほーら、胎児、胎児あげるよ。刺さない。うふふふふ。やめます。ふふふ。やめません。これは必要なんだね。まあ一応セーブをするだろう。あんま関係ないけど。で、
進めないな。胎児手に入れちゃダメなのかな。お前のせいだ。あ、で次のマップ行ける。で生き返ってる。でこの状態であれかな、あの娘返せよってやった時になってた時に、おっとっと、とりあえずそう娘返せよって時にこの胎児を持っていると、ありがとう、返してくれてありがとうになるのかな。早く消えて。うん、なんとか鬼が消えてなくなるのを待つ時のように。タンスとかねえかな、入りたい。でもタンスかもしれない、あるかもしれないけどバグってんだろうな。で持って、もっともっと、で隊長渡しますか。おお、来た来た来た、私の息子、おい、え、私の息子、娘、おいしいおいしい、娘と息子、息子と息子、娘、息子す、ありがとう、親切な人。はい、まあ親切ですけど、さらに正直者ですよ。交差点で100円拾ったらね、今すぐこれ交番に届けちゃうよってぐらいの。こっちがない、こっち側の壁とかない。あんまさ、探索してると、探索を続けてるとさ、あの女の、追いかけてくる女がいつ来るか分かんないから一応調べつつ、こいつに話しかけていい？とりあえずざっくりとしか調べない。そして話しかける。返して、返し、何を？それは私のデータ、返して。それは私が進めてきた私のデータ。あ、もしかしてさっきの部屋にあった攻略メモみたいなやつ。それはこの人が多分この主人公の前にプレイしてたって人かな。どうしてどうして、捕まっただけでこんな目に。捕まった、俺、お前が捕まればよかったんだみたいなことかな。私は失敗した、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 バイド戦士かな。ここに来てからこの世界がどうなっているのか分かっ、だからお前をいっぱいいるの、お前を、お前が諦めた、また私の番。は？もう嫌なの、ここは苦しい、ずっと苦しい。こう、苦しい、悲しい。痛いのは、もう嫌、もう苦しいのも嫌なの。知らなかった、知らなかった、った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 。だから諦めろ、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 諦めません。そしたらもう間違いない。ノートは、そのためには、ちょっと逃げる準備だけしとこう。動けない。待ってればいい？返して、あれ？あれ、また一緒？また一緒の文章だよね。でも、出れない、出れない。だから諦めろ。で、動けない、動けない、動けない。動けない、動けない。まだ決定機を押してない。ん？返した。あ、また文章始まった。これ、リセットすればいいのかな？とりあえず、どうしたらいいんだ？よし、ここでリセットか。で、動けない、動けない、また、イベント進行？セーブ、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 セーブしたい。やっぱりこの部屋は私の部屋じゃないんだ。よし、セーブ。よし。ゲームが壊れている？メモは？変わっているかな？でも、途中までしかね、終わっている。少し違う。出れる？出れました。自室に戻る？下？怖い、降りたくない。まあね、俺も降りたくないよ。まあ、なぜ行こうとしたかはとりあえず置いといて。自分の部屋戻る？なんか明るい。なんか明るい。調べられない。破れたプリント、これは見れる。なんか色味が違うよね。で、ゲームプレイしなくちゃいけない、そんな気がする。
わあ、女の子。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。ミーのチャンネルを登録してくれたにゃー。